はい、どうもこんばんは。久しぶりに、数時間前に雨降ってたんですよ。ほんと久しぶりですよね、東京って。で、今上がってるんですけど、まだ暑いと思いますよ。まあ風はあるんですけど、そう、まだ暑さは、続くと思います。で、今日なんですけど、まずはじめに、皆さんに紹介するのは、こちらをご覧ください。はい、5チャンネルの書き込みなんですけど、言いたいのはさ、俺頭悪いから漢字読めないんだわ。どちらさんこれ。まあ、調べたところ、サムラ・ゴーチさん、間違ってる？間違ってない？サムラ・ゴーチ・マモルさん、作曲家の方が、まあ、出てきたんですけど、間違ってないの、コスの人、かっこいい、X のボーカルの、人にも似てる、てか、今日もライブかよ、あの年で、3days とかきつくね、なんでこんな日程で、組んだんだってことなんですけど、まずは、サムラ・ゴーチさんは、こちらの方で、よろしいでしょうかって。どなたさんですか？まあ、作曲家で出てきたんですよ。まあ、ちなみに、まあ、生年月日が、1963年ですね。1963年って何歳ですか？津田と同じぐらいですよね。60代ですよね。でさ、Google で調べたところ、2014年に、まあ、謝罪会見で出てきたんですよ。もう何をやらかした方か知らないですけど。はい、気になる方は、まあ、検索をかけて、調べてみてください。で、次が、X のボーカルの人にも似てる。X のボーカル？誰ですか？ X のボーカルって今いないですよ。もしかして、ドラム兼ピアノ兼ボーカルの方？こちらの方？X のボーカルって今いないですよね。ですよね。で、次が、この年で 3days とかきつくねえと。これ僕も知らなかったんですけど、こちらをご覧ください。ルナシーさんですよね。ね、ルナシーが、まあ、昨日なんですけど、ドリーム、フェスティバルって言いまして、幕張メッセで、これなんかイベントですか？まあ、出演してたんですよね。まあ、エピソード3の、まあ、ツアーが、まあ、9月の14日から、まあ、スタートしてるんですけど、まあ、それでか、14、15、16って、3days。で、今日もありますよね。山梨県のこちらですね。そう、会場こちらになります。この年で 3days。何のためですか？お金のためです。老後のためですって。皆さんよろしくお願いしますって。まあ、それ以外ないでしょう。って僕は思ってるんですけど。はい、ということで、まあ、5チャンネルの書き込みも以上になります。で、最後は、こちらの方ですね。正直、紹介するかどうか悩みました。クソメガネに関しての書き込みなんですよ。ね、まあ、ツイッターやられてる方も、みたいな。またこいつ荒れてるよ、みたいな。さっさと病院行けよってね、思われてる方も多いと思うんですけど、読んでいこうと思います。一般人でも、介護、押し付けられた、恨みって、かなり残るからね。一般人でも介護押し付けた。これさ、クソじじいのことだと思ってます。これ書かれた方は。ウィキによると、2000年までは、俳優活動確認できるけど、それ以降は、どれくらいの期間、YOSHIKI の、マネージャーやってたんだろう、そして今は、形式的に、エクスタシーの、社長だろうけど、普段は、何やってんだろう、普段ですか、まあ、SNS に上げるために、飲み歩いたり食べ歩いたりして自撮りして、はい皆さんいいねくださいと。それしか考えてないと思いますよ。で、息子と娘にさ、パパなんで毎日家にいるのって、それ言わないでって、そう奥さんがそれ言ったらダメって、パパは、自宅で忙しいのよみたいな、そうごまかしてるんですよね。で、クソメガネの、息子と娘さんって、まあ、何歳かわかんないんですけど、まだ学校に通ってますよね。まあ、小学生なのか中学生なのか高校生なのか、そうわかんないんですけど、まあ、学校に通ってると思います。まあ、友達もいると思うんですけど、まあ、影ではあいつのお父さん無職なんだぜって、そう、上履きとかさ、隠されたり、なんか落書きとかされてんの。で、体育の時間とかさ、着替えるじゃないですか。で、制服、ビリビリビリ、ゴミ箱にポイみたいな。そう、いじめに遭ってると思いますよ。誰のせいって。クソメガネのせい。だって、去年のゴールデンウィークの、中野、区民ホール的な、とこでの、イベント以外に、事実上、エクスタシーレコード、活動してないよね。YOSHIKIの弟ということ以外、情報が、なさすぎる。
シスだっけ、大食い YouTuber の、音源をエクサシー名義で配信してる、曲はエクサシーから、外注に発注したんか、どうかわからんが、弟に、プロデュース能力は、あるのかね。いずれにせよ、自分のこと以外に、気を、配るような、器は、ポスト見る限り、情け、全くないと思いますよそう、エクサシーレコードは、まあ、クソメガネライブ配信でも言ってたんですけど、プロダクションではないんで、あの、皆さんがね、ご存知のエクサシーレコードって、まあ、クソジジイ、まあ、ヨシキが代表だったわけじゃないですか。で、その下、その下に、まあ、バンダナだとかさ、ね、グレーだとか、ルナシーだとか、ね、ジルドエ、ジキル、などいたと思うんですけど、プロダクションじゃないんで、あの、クソ、あの、抱えてないんですよ。あの、アーティスト。そう、アーティストを何組か、あの、面倒見てるとか、ね、育成してるわけではないんですよね。まあ、あの、ライブ配信で言ってたんで。で、これが最後です。愚痴、ついに、ギターの、絵文字入れてるけど、ギタリストの、誰かと、こじらせてるのかね、犯罪した先輩ってのは、誰なんだ、ギターの、絵文字以外の、ヒントも欲しいっていうことなんですけど、ほっときゃよくねまあとりあえず、まあ、ツイッターやられてない方もいらっしゃると思うんで紹介していこうと思います。クソメガネさ、荒れすぎまあ俺言いたいんだけどさ、目立ちたいというか、まあ、弟と同じで。まあ、次の、まあ、次回のライブ配信で、まあ、このようなポストをしとくと、まあ、視聴者も増えるわけじゃないですか。ね、この間のポストの内容って、クソメガネあれ何ですかみたいな。誰のことを言ってるんですかみたいな。まあ、それを求めてるんじゃないですか。と僕は思うんですけどね。一日前、忖度、稲子様、バイバイ。もう意味わかんないじゃないですか。未だに、線香一つ、事実で判断するしかないです。嘘つきだらけの、この世の中。嘘つきってお前だろ、本当に。いい加減にしろって話なんだよな。3000万どうしたんだよ、本当に。で、まだあります。お母様は良い人なのにね、犯罪するなんて何やってんだよ、先輩。そう、この先輩って、もう何日か前からなんですけど、名前出せないんですよ、こいつ。そう、絵文字だとか、もう先輩っていう言葉、そう、ワードでもう置き換えてるだけなんですよ。で、まあ、気持ち悪い信者が、まあ、コメントを送ってるんですけど、まあ、一切返信もしてないんですよ。そう、こいつ。誰のことかは言わないみたいな。俺が、追いかけます。あいつは、踏み倒すつもりなのかね。何これ、金のことなのかな。自分基準の上に、こびて下に威張るやつか、わざわざ、まだあるんですけど、まあ、めんどくさいんで、これぐらいに、しとこうと思います。で、まあ、クソメガネかさ、こちらをご覧ください。まあお前も、まあ、目を通してると思うよね。返信はしてないと思うんだけど、まあ改めて、俺様が紹介してやろうかなということで、毎日の、マイナーな、ポストは、やめてください。社長なんだからエクスタシーを、前に進めてください。待ってる人は、多いと思います。待ってる人は誰もいないと思います。そう、誰もいないと思います。確かに、他の方が、書かれてるように、ここ、会社を背負った、ポストするとこ、プライベートの内容が、ほとんどなので、エクスタシーレコードの、看板を下ろして、林、クソメガネの、オフィシャルが、良いのかもです。看板背負うなら、今現在復活後の、活動報告が、ぜひ見たいですね。まあ、復活もしてないですから。もう何度も言いますから。そう。あなたたちが求めてるルナシーやグレーや、まあ、バンダナ。まあ、そこから下のバンドはどうでもいいんですけど、誰一人関わってない。ね、所属もしてないですから。そう、クソメガネが勝手にエクスタシーレコードの 社長ですと、まあ、インスタグラムやツイッターに、まあ、YouTube のプロフィールもそうなんですけど、まあ、記載してるっていう、それだけですよね。代表、取締役の、社長さんが、このような、発信ばかりで、大丈夫なのでしょうか。エクスタシーレコードはもうやらない感じです代表というかクソメガネ一人ですからね。だ、まあ、大丈夫ではないです。そう。まあ、以前から頭おかしいと思いますよ。エクスタシーレコードはもうやらないって、やったところで証ですからね。そう。まあ、適当にさ、アイドルとか、まあ、バンドを集めるわけじゃないですか。で、イベントをね、行ったところで、どうせ証です。ヨシキの、名前出すのやめたら。クソジジイの名前は出てないんだよね。そう。兄の名前は出てないんですけど、まあ、クソメガネの、まあ、ポストの内容ですよね。母がとかさ、ね、お金がとかさ。で、まあ、勝手に、まあ、信者なのかどうかわかんないんですけど、まあ、クソジジイのことを言ってんじゃないかみたいな。そう、勝手に思い込んでるだけだと思いますよ。
はい、ということで、まあ、クソメガネの、紹介も、以上になります。今日も最後までって言いたいんですけど、まあ、最後に言いたいんですけど、ここ最近、なぜか、こんなやつに、お金がないんですと、生活に困ってますみたいな、ね、そのような方から、フォローされるんですよ。まあ、ツイッターの方で。まあ、別にいいですけど、どうもありがとうございます。まあ、言いたいのはさ、何か、まあ、お金ですか？支援してほしいと。まあ、支援してほしいんだったら、条件があります。再生数を上げてほしいです。再生数を上げるっていうのは、まずお金かかんないわけじゃないですか。ツイッターで、いいねとかリポストはどうでもいいんですよね。やってほしいことは、あなたのプライベート。まあ、働いてると思うんですけど、そのプライベートの周りの人間に、このチャンネルを、進めておいてくださいって言いたいんですけど、言い方は何でもいいんですよ。このチャンネル面白いからぜひ登録してとかね、おすすめですよみたいな、そんな言い方しなくていいからね。こいつクズ配信者だから、とりあえず動画を再生しといて、動画見といてみたいな、そう、こいつ無職だよみたいなの、どんな言い方でもいい、どんな進め方でもいいんで、再生数を上げてほしいんですよね。で、その再生数を上げてほしいっていうのは、1万とかさ、何十万ではないんですよね。今現在、まあ、1ヶ月で、まあ、1000ぐらいは再生数取れてるんで、倍の2000欲しいです。そう、2000ぐらいあれば、もう何かいいことがあるかもしれませんよっていう。まあね、お金の話はさ、下水わけじゃないですか。ここで、いくらか、ね、プレゼントというかさ、振り込みますってなかなか言えないわけじゃないですか。で、ねえ、その方の、まあ、プロフィールやポストを見れば、ね、どのような生活を送ってて、まあ、困ってる方なんだな、お金に困ってる方なんだなって、まあ、見ればわかるんですよ。そう、わかるんで、あ、嘘だって。まあ、まだ続いてるかどうか、ね、まあね、プレゼント企画、ね、何日か前に、まあ、行いますと。ね、こちらの商品を皆さんにプレゼントいたしますって、僕動画で話したと思うんですけど、僕動画で、まあ、紹介してないだけで、追加で、何点か、送ってるんですよ。送ってますよね。とある方には、まあ、最近、ね、白髪が出てきたと。まあ、白髪が増えてきたっていうことで、白髪染め。僕人生で初めてですよ。そう。白髪染めを買って、送りましたよね。で、まあ、とある方には、まあ、こちらの商品以外に、ヘアオイル。まあ、そんな高いものじゃないですよ。そう、高いものじゃないんですけど、まあ、ヘアオイルも、まあ、追加で、もう入れて、もう送ってるんですよ。あ、本当ですよ。まあ、信じるかどうかは、皆さんにお任せいたします。まあ、最後に、まあ、最後ってね、僕、最後ってね、口癖なんですけど、再生数を上げてほしいです。そう、再生数を、まあ、1ヶ月で、今の場合、まあ、2000ぐらい取ることができたら、本当に困ってる方、ね、本当に今月のさ、食費というかさ、生活費、苦しいんですよ、なんとかなりませんかっていう方がね、いらっしゃれば、少しぐらいはね、少しぐらいは、なんとかできるかも、知れないですよっていう。はい。それだけ言いたかったです。動画見てるかどうかわかんないんですけど、まあ、ここ最近、フォローされてる方の、僕、ポスト見てるんですけど、うわ、本当に、ちょっと苦しい方いらっしゃるんだな、みたいな。まあ、地方の方は、まあ、ほとんどだと思うんですけど、はい。まあ、これでもね、優しさってありますんでね。そう。だから、まあ、条件なんですけど、まあ、再生数を上げることができたら、もしかすると、いいことが、あるかもしれませんよって。再生数を上げるのは、お金は一切かかんないです。そう、あなたの身の回りの方。そう、SNS はどうでもいいです。あなたが、Twitter やってようが、インスタやってようが、どうでもいいんで、どうせフォロワー少ないわけじゃないですか。そう、フォロワーが少ないんで、リポストしようが、ほとんど意味ないです。そう、意味がないんで、プライベートで、このチャンネルをもう紹介しとくだけ。そう。これとりあえず再生しといてみたいな。ね、暇な時は、まあ音量ゼロでもいいですよ。音量ゼロでもいいんで再生だけしといてみたいな。それだけで上がるはずなんですよね、僕の中では。何度も言いますけど、私一人でやってるんで、限界があるんですよ。はい。以上になります。はい。ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。